M2 中戦車はアメリカ陸軍の不評部隊用戦車でアメリカ陸軍初の量産された正式中戦車である。フランス戦などの戦訓によりこの戦車が時代遅れであることがすぐに明らかになり、主に訓練用として用いられた。M2 が18両、これを改良した M2A1 が94両、生産された。本社の設計思想は全悪両面で、 その後に開発される M3 中戦車、M4 中戦車やその他のアメリカ陸軍装甲戦闘車両設計の教訓となった。T4 中戦車第1次世界大戦と第二次世界大戦の戦艦機におけるアメリカ陸軍の中戦車の開発は低調であり、1920年代に T1 中戦車、 T2 中戦車そして、ジョン・ W ・クリスティー儀式の独自開発による、早期、送林量用戦車などが試作されたが、正式化には至らなかった。1930年代には、兵器局主導により、クリスティ M1928 を元にした T3 中戦車と、ロックアイランド造兵省が製作した T4 中戦車が開発されたが、いずれも少数生産に止まっている。 1936年にロックアイランド造兵賞は M2K 戦車の設計をもとにした抽選車の開発に着手した。これは1937年末から1938年前半まで T5 抽選車として試験を受けた。1939年6月に R-975 星型クーエンジンを搭載し理体の幅を増した T。 五中戦車フェーズ3が M2 中戦車として正式化された。ロックアイランド造兵賞で18両が製造されて、軍の評価を受けた後に大型化された砲塔とより強力なエンジンを搭載した改良型 M2A1 の使用が承認された。M2 中戦車は1935年に採用された m 2系戦車と多くの部品を共通化して、 コストを削減している。m 2系戦車は2個の車輪を備えたボギーを垂直に配置されたコイルスプリングで支える VVSS 方式を採用しており、M2 中戦車でも使用された。サイドガイド式でダブルピンの離体とともに、これらの機構は後に開発されるアメリカの軽戦車、中戦車で踏襲された。当初の M2 はライト R-975。 星型空冷エンジンを搭載しており、1940年に正式化された改良型の M2A1、AH、では、下級機により50ホースパワーズ増したライト R-975C1 星型空冷エンジンを搭載した。傾斜を取り入れた車体全面走行は1939年の設計としては非常に進歩したものであり、 その後のアメリカ戦車設計の特徴となった。装甲は M2 で 25.4mm、M2A1、mm、は幾分か強化され 31.7mm になった。M2A1 では大型化された M3 系戦車の砲塔が流用され砲刀立ての厚さは 51mm となっている。車体両側のスポンソン前後に合計4丁の機関銃を備え付けていた。 これに加えて、さらに2丁の機関銃が、車体前面の傾斜装甲板に取り付けられ、これらは操縦手が射撃することになっていた。小型の砲塔には、M337mm 砲と同軸機銃が備え付けられている。37mm 砲は 457m で、傾斜30度の表面降下された 46mm の装甲板を貫通することができ、 914メートルでは40ミリメートルを貫通する。この兵装配置は、スポンソンに武装した第一次大戦型のマークエイトリバティ戦車の設計様式と第二次世界大戦型戦車で一般的な形式である、前周旋回砲塔同軸機銃そして傾斜総看板に装備された機銃などの組み合わせの混合物である。 さらに対空射撃用として30後継機関銃2丁が、砲塔両側に装着可能であり、機銃の合計は9丁となった。これは、部隊配備された戦車としては最多である。乗員は、社長1名、操縦手1名、砲手、機銃手4名である。弾薬は3 7ト、mm、ル砲弾200発。30から06スプリングフィールド弾を、 最大12,250発積載できる。また、長弾板が、車体後部フェンダーに取り付けられていた。これは、戦車が残豪を乗り越えた際に、後方スポンソンに装備された、機関銃がこの長弾板を撃って、弾を逸らし、弾丸を、残豪内や、戦車の後方下部へばらまくことを狙ったものであった。スポンソンに装備された、機関銃とともに、 この超弾版は近代戦では無用な装備であることが明らかになった。クライスラー社は1940年8月15日にアメリカ政府と M2A1、AH、中戦車を占領を生産する旨の契約を交わし新たな工場であるデトロイト戦車交渉を開設した。しかしヨーロッパでの戦訓から M2 の主法火力の不足が明らかになり、 中戦車には 75mm 砲の装備が必要であると判断されると政府は M2 の製造が始まる前の1940年8月28日に契約の修正を行い工場は 75mm 砲装備の M3 中戦車線量を製造することとなった M2 の製造担当はロックアイランド造兵廠へ戻され 最終的に94両の M2A1 が生産された。アバディーン性能試験場で展示されている M2A1 中戦車 M2 は部隊配備された時点ですでに旧式化していた。M2 はフランスのソミュア S35、ドイツのスリー戦車そしてソ連の BT-7 といったヨーロッパの最新戦車と比較して貧弱であり、 これらの戦車は 37mm 砲弾の直撃に容易に耐えた。M2 の 37mm 砲は3号戦車と同等であったが、BT-7 やソミュア S35 はより強力な 45mm 砲や 47mm 砲を装備していた。1941年までにドイツ軍は3号戦車の主砲を 50mm 砲に更新した。 ソ連は 76mm 砲を装備し、全面走行圧 52mm、なおかつ傾斜走行を採用した非常に強力な T-34 を配備していた。これにより、M2 はより有力な戦車である M3 中戦車や M4 中戦車が1942年から1943年に配備されるまでの遠ざしのぎとされた。 1942年に兵器局は M2 と M2H を訓練にのみ用いるよう勧告し、この戦車が海外での戦闘に使用されることはなかった。多数の機関銃を装備した M2 は、残豪突破型の古い設計思想の戦車であり、砲の威力も不足しており、第二次世界大戦の戦場には適合しなかった。だが、この戦車は、 後の M3 そして M4 中戦車にとって重要な教訓ともなった。時代の戦車は 75mm 砲の装備を要求されたが、アメリカには適当な砲塔の設計がなかった。M2 の試作型の一つである T5E2 が右弦スポンソンに 75mm 軽榴弾砲を装備して試験をしており、M3 中戦車はこの T5E2 をベースに設計された。 ありがとうございます。